今回はスタミナたっぷりニンニク豚丼をいただいてきました。いつもご視聴いただきありがとうございます。ぼっちグルメウーマンチャンネル、今回は青森県黒石市のご飯どころゆうづきに行ってきました。春プラザ黒石というところの1階にあるお店です。火曜日の小店通りは危険です。お店がお休みが多くて、まだ行ったこととないお店がありませんでした。そんな時に見つけたこのお店。スナックかなと思ったのですが、ご飯どころと書いてあります。お店の前のメニューを見てにらめっこ。どうかなと思いつつ、スムージーもあるし、夜もそんなに遅くまでやっていないので、思い切って入ってみようと思います。スナックだったら出ればいいしなと思いながら入店。ランチいろいろついて850円だし、お邪魔します。ニコニコ笑顔の可愛らしい店員さんが出迎えてくれました。カウンター席と皆さんと一緒の大きなテーブル席。ランチは850円3品と1200円のサーモン漬け丼がありました。どれも美味しそう。飲み物までついています。時はニンニクの豚丼850円を注文。食後にドリンクもついていました。ニンニクたっぷりの豚丼、サラダと冷ややっことワンツカデザートと味噌汁がついていました。いただきます。すごい、豚肉とニンニクがたっぷりです。時はのニンニクをたっぷり使っているそうです。味は濃いめの甘味噌味。ネギもトッピングしてあります。ご飯が進むし、めちゃくちゃ美味しい。お味噌汁はネギとお麩でした。濃さもちょうどよくていい塩梅でした。おいしい。それにしてもお肉の量が多くてとってもいいです。丼のお肉って多いと思ったことがあんまりないのですが、初めて満足のいく量を体験しています。お店は女性2人でやられていて、ネットの情報だと親子とのことだそうです。どちらも美人さんでニコニコ元気で、すごくいい雰囲気です。店内がスナックっぽかったらお店を出ようと思っていましたが、お二人のニコニコ笑顔ととってもいい接客で引き寄せられるようにお店の中に入っていきました。このサラダ、キャベツとキュウリなんですけれども、マスタードのソースがかかっていてとっても美味しい。私はマスタードあんまり好きじゃないんですけど、これはとっても美味しいと思いました。冷ややっこにはオクラが、これもとてもいいお味です。これでドリンクまでついて850円は安い。私はアイスコーヒーにしました。ネットで見ると今年の5月頃オープンしたようです。新しいお店のようですね。スムージーもおすすめとのことでした。黒石を散策して喉が渇いた時にスムージーはいいですよね。それにしても火曜日の黒石は要注意です。お店が軒並みに定休日でした。ここに行ってみたいなと思っていたお店が全部見事にお休みでした。すごく暑くてしんどくて、もうどうしようかなと思っていた時にこのお店を発見。思い切って入店して
ニコニコ笑顔の美人さんたちに出迎えられ、本当にありがたかったです。店内は涼しいし、ランチは安いし、豚とニンニクたっぷりの丼は激うまだし、サラダに小鉢にデザートにドリンクはついているし、最高にいいお店だなぁと思いました。火曜日の小店通りがお休みだったのは、私がこのお店にたどり着くためだったのではないのかなぁと、そんなことさえ思ってしまいました。さて、毎日暑すぎですよね。もうびっくりです。今年は最高気温何度になるんでしょうか。考えただけで恐ろしい。こんなに暑い中、道路工事をしている方や建築業をはじめ外でお仕事をされる方、本当に熱中症に気をつけてくださいね。お仕事はほどほどにと思います。命が一番大事ですからね。うちの母も熱中症になりかけました。水分を取らずに3時間草取り。私が盛岡勤務の日だったのですぐに気がつき、OS-1 を飲ませて休ませたので事なきを得ましたが、もしいない時だったらちょっとやばかったかもしれません。本人は3時間も草取りをしていたことも、水分を取っていなかったことも自覚がなく、喉の渇きさえ気がつかず感覚が鈍っていることにショックを受けていました。お仕事が終わって家に寄ってよかったなぁと思いました。86歳の母、年齢の割にすごくしっかりしてて、動きも頭の回転も早いのですが、去年まではこんなことはなかったので、こちら側も気をつけなくてはと、そう思いました。皆様もぜひお気をつけください。これを食べ終わった後、コーヒーとお水を持ってきてくださったお店の美人ママ、暑いからたくさん飲んでくださいね。そう言ってくださって、ちょっとした言葉ですがすごく嬉しく感じました。いいお店だなぁと思いました。最後までとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。食後のコーヒーで喉と心を潤しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。